小倉選手、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、おいすー。顔、無傷ですね。いや、無傷なんですけど、ちょっと危ないシーンもちらほらあったんで、はい、ちょっと危なかったですね。うん、開始ちょっとしてからパンチもらってたんですけど、はい、ちょっと聞いたりしました？聞いたというよりかはね、うん、こうパワー、押しにこう押されて食らっていったっていう感じなんで、なんか聞いたという感じではないですね。あ、はい、結構一回ダウン取ったんですけど、はい、手応えかなり感じました。あ、そうですね、手応えガチンって入って相手が倒れたんで、あ、もうこれ勝ったっていうのでちょっと手を挙げたんですけど、あのガッてそれでも来たんで、うわやばっていうので、あの多分ゴング鳴ったか鳴った変化ぐらいの時ガチコーンって入れちゃったんで、ちょっとそれ申し訳なかったですそうですよね、はい、かなり昨日のインタビューで、はい、あの1試合目だったので結構盛り上げプレッシャーがあったかと思うんですけど、はい、いかがですか今。あ、めちゃくちゃあったし、まあ、ちょっとアドレナリン出てて、その内容とか周りがどういう風に反響してるかっていうのもちょっと分からなかったんですけど、まあ、やれることはやったかなっていうのは思いますね、はいはい、今回無事に勝利したわけですけども、はい、次も出る予定ありますか？しかないですまあ、僕の希望としてはもうモハンドラゴン選手と前々からやりたいっていうふうにはお伝えをしてたので、なので、まあ、今回圭之介選手と決まって、まあ、負けてしまうか勝ってしまうかはちょっとわからないんですけども、まあ、どちらになったとしてもモハンドラゴン選手とやりたいですね、うん、はい、次どうアピールしますか、モハンドラゴン選手。そうですね、どうしようかなまあちょっといろいろアピール、はい、やっていきたいと思います。わかりました、はい、最後にカメラへ向かってファンの方へメッセージお願いします。はい、応援していただいた方本当にありがとうございました、はい、まあ、これからもね、陸中部 YouTube も頑張っていきたいと思うし、次回のブレイキングダウン、ちょっとモハン選手本当格上の選手だと思うので、しっかり倒して名を残したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、以上になります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。わあ、ちょっと厚みがありますねありがとうございます